茶帽子の疾病は、東南アジア原産のイネカムカデで芝属の植物である。小柄な草本で、単一の棒状の穂をつける。芝生に用いられ、気化植物としても見られる。近年は、水田のあぜに植栽されることもある。別名に、カデシ芝がある。地表を張って広がる、多年生の草本。地表を張うのは寒、ンつまり、家系であり。 地表を補服して、マット状に地面を覆うので、実質的には補服形となる。その先端側数節から数本の画序が上に向かって伸びる。葉は地表を刃う茎から出て、葉芯は長さ 12cm ほどになり、幅は2から 4mm、その先の型で急に狭くなって先端が小さく尖る。先端近くでは、葉芯のない幼少のみの葉が出ることが多い。 幼少は、長さ2から6センチメートル口の部分に毛がある。また幼少には、竜骨がある。端田は、膜質で高さ約0 5ミリメートル円に毛がある。また茎の節にはわずかに毛が生える。直立する家系の先端に、単一の過剰を生じる。過剰は単独の房からなり、その高さは3 0トルほどまで。直立するか あるいはわずかに反り返る。往々に紫色になる。房は多くの節があり、節には毛が生えており、また節ごとに一体のコボ、夕柄コボと、その基部に、無柄ラコボがある。ただし無柄ラコボは、コボ本体が完全に退化し、柄のみの存在となっている。無柄ラコボは二コバナからなり、第一コバナは優勢で、第二コバナが良性となっている。 第一方 A には両側に竜骨があるが、先端部で、これが、浴場に広がっており、また、木部側では側方に、小さな突起が数個突き出る。この突起は、市場で先端が曲がっている。和名は、牛の疾病に似てとても小さいことによると思われる。別名のムカデシバは、ほぼの、第一方 A の円に小突起が並んでいるのが、ムカデの足のように見えるから、とのことである。 英名はセンチピードグラスセンティピードグラスである。原産地は中国南部から東南アジアであるが、世界の熱帯域に広く帰化している。日本では第二次大戦後に琉球列島に帰化し、日本本土では1980年代に広まった。芝生用に用いられたものが一出したものと考えられている。 湿り気の強い林の下や草地などに生える。茶帽子の疾病族は世界に九種が知られ、日本には在来種がなく、化種も本種のみが知られる。穂の構造が似たものには、牛の疾病や、角あやしなどがあるが、いずれももっと背が高くなる直立する植物である。地表に広がる、背の低い稲荷で、棒状の穂を出すものとしては、芝族のものがあり、 芝などは、道路脇などによく見かける。しかしこの類の場合、ポボがより集まっているもので、茎そのものは細い。より本種に似たものとして、犬芝ステンタフラムシカンデータムは、本種と同様に地表をい果樹は直立して高さ30センチメートルほど、草は単独で太くて、節があり、ポボは軸に密着していると本種に似た特徴が多い。 ただしこの種では、果ョの軸は扁平になっており、またコボは単独でつくか、長江コボとタンガラコボの組で出る場合には、両方がほぼ同型で、また熟すると果ョの軸が不死ごとに折れ、コボと共に脱落する。この種も芝生に利用され、団地で帰化している。団地型芝草として、アメリカ南東部でよく利用される。日本では、水田の鶏飯。 道路ののり面などの緑化に一部で利用される。体寒性を改良した品種がある。蒸気のように本種は芝生に用いられ、品種改良によるいくつかの栽培用品種も知られている。元来が熱帯や熱帯域のものであり、団地の芝生として用いられたものであるが、日本では新潟市でも経年維持できるという。秋には下枯れし 寒冷地では多分に冬枯れも見るが、その体感性は、行儀芝と大差なく、冬の極地が低く、摂氏11度までは耐えるという。種子を散布した場合には、当初の成長が早くなく、雑草に負けることが多いので、ある程度育てたものを植え込むのが公的で、あるいは成長したものの補福系を切り取って植え込む、こともできる。芝生としては、芝室が、 やや荒く、また行儀芝や芝ほどの踏みつけ体制はないものの、平らに育つ性質が強いので芝刈りの回数を少なくすることができる上、補復系が重なり合うことと多感作用によって容易に他の植物の定着を許さず、さらに肥料の要求度も低いのでよほどの痩せ地でない限りは、施肥の必要もなく、素方な管理で維持できる。近年には、 水田のアゼの維持管理の省力化を目的として本種が栽培される例も知られる。本種をアゼに植栽すると根と補福系がその表面を密に覆うことからアゼや糊面をしっかり維持するようになり、また密に表面を覆うことで例えば杉菜等の雑草も抑圧し減少させる。本種はその土壌に低体水があると固死することが知られており、 これはアゼに、この種を植栽しても水田に侵入しないことを保証する。また稲に、反転米を生じさせるカメムシ類は、アゼなどに反応する、稲科の雑草で繁殖し、それが稲に移ってきて加害することが知られているが、本種をアゼに用いた場合、その被害が減少することが報告されており、一部品種に、関しては、カメムシがこれを植害できないことが知られている。 は、本種が、稲の伝播の頃にもたらされていたら、日本の稲作風景も異なったものになっていたかも、知れない、とまで述べている。原産地の東南アジアではもともとアゼの城在する、雑草として知られ、これが、水牛の資料として用いられていたとも言う。ありがとうございます。